三菱重工の高橋さんにいろいろとお話をお伺いしていきます。例えば代休であるとか、うん、労働時間調整ですね、そういったのをしてここ全体のバランスを取るようになってますね。で、最大60日まで積み立てが休暇ができると。就活会議。こんにちは、就活会議の岡崎美久です。今回はですね、社会人 OB 訪問企画ということで、三菱重工の高橋さんにいろいろとお話をお伺いしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。今私はですね、入社して8年になるんですけども、機械設計の方で設計の方の業務を行っています。よろしくお願いします。設計業務というところなんですけども、具体的にどんな感じの業務内容になるんですか？そうですね、設計業務って呼ばれると、代表的なのは、やっぱり図面ですね。実際に図面を描くっていう、そういった作業が、仕事にもなっていきますし、その他にですね、他社さんにですね、部品とかも、いろいろ作っていただいたりとかしてますんで、その部品の設計とか制作にあたってですね、打ち合わせとかいう形で、出張なんかもいろいろあるんですけども、そういった内容の業務になっていきますね。では早速働き方ちょっとお伺いしていこうかなと思っておりまして、高橋さん、朝起きてから出社するまでってどのように普段って過ごしてらっしゃいます？会社の使用時間が85分ぐらいになってるんですけども、だいたい私は20分ぐらい前までに会社に着くような形で、朝起きてからご飯食べたりとかして出社するような形にしてます。今は基本的にはやっぱり出社メインでされてらっしゃる感じですかね？そうですね、出社がメインですね。事務方のね、お仕事だったりすると、一部テレワークとかフレキシブルな働き方ですか、そういうのもありますけど、私どもは割と打ち合わせとかに、ね、やっぱり出向いて、作業することの仕事が多いので、コミュニケーション取るでも、直接の方が正直しやすいかなっていうのは感じてはいますね。仕事の1日のスケジュールってどのような形で1日過ごされてらっしゃいますか？基本的には書類の作成がやはり仕事として1日の大半を占めてますね。設計図、図面の作成であるとか、仕様書をですね、を作成しますので、そういったものの作成をしたりですとか、細かい打ち合わせですね、仕様書の内容とか、図面の内容について、上司とか先輩の方々と打ち合わせをしたりです。プロジェクトがありますので、そのプロジェクトの打ち合わせがありますので、そういったところで、打ち合わせをしたりとか、あとは場合によってはお客さんの方に訪問して打ち合わせですね、そういったことをすることがあります。基本的にはチームで動いていく感じなんですか？そうですね、チームで動いてますね。いろんな私どもはプラントの、修繕とかそういったものを担当になってるんですけども、5、6人ですかね、いてですね、上長がいて、各その担当エリアみたいのがあるので、そこの図面とか使用書を作ったりとか、打ち合わせしたりっていう形で仕事をしてます。先ほど出張も結構ありますとお話もありました。これは打ち合わせで出向くような形が多い？そうですね、打ち合わせとかでも出向きますし、実際に製品を取り付けたりとか、その工事現場になりますけど、そこに出向くこともありますね。めったにない業務が多いので、経験するという意味においても、直接行くってこともありますね。結構いろいろな口コミ、ちょっと残業というワードが出てくるところがあったりするんですが、これぶっちゃけどうですか？いかがですか？残業っていうのはもちろんやっぱりありますね。業務の都合でね、やはり納期がタイトで急がなきゃいけないとか、土日ですね、出てですね、納期に対応しなければならないっていうことはありますけども、今はもうその一昔前のようなね、ずっと働くとかね、そういう時代ではないので、残業時間っていうのも労働組合とね、協定がありますし、それ以上働くことはないですね。上司の方もそういう労働時間っていうのを厳しく管理してますので、やはり勤務時間を超えそうであればもう帰ってもらうっていうことを言われますし、場合によっては忙しい時働いて、ちょっと忙しくない時に、例えば代休であるとか、労働時間調整ですね、そういったのをしてここ全体のバランスを取るようになってますね。特に厚生のところをお伺いしたいんですけども、結構こちら家族手当ですとか、家賃補助っていうところあるよっていうのを拝見したんですけれども、実際いかがですか？もちろん福利厚生っていうのは一通り揃ってて、他の会社にも負けないというんですかね、大きい会社だけあって充実しているかなとは思ってますね。その積立休暇っていうのが、有給とか使い切れなかったものは積み立てられてて、最大60日まで積み立てが休暇ができるというところは結構大きいんじゃないのかなって思います。60日積み立てられることで、どこかでまとめてお休みを取るとか
っていうこともこう可能だと。そうですね、はい、例えばね、大病をね患うとか、うん、まあ、人生先何があるかわからないですが、思わぬ病気とかっていうのもあると思うんですね、うん、まあ、そういう時とかにも使えますんで、ただ普通の有給だとね、あの持てる日数も限りありますし、ね、有効期限っていうんですか、まあ、1年っていうのも決まってますんで、まあ、そこから見ると手厚いんじゃないのかなと思いますね。今すぐ内定が欲しいそこのあなた、就活会議は内定者の ES 選考体験機が読み放題、その数なんと13万社以上、しかも選考状況がリアルタイムで見れちゃいます。詳しくは概要欄コメント欄からチェックしてね。ちょっと年収の部分も気になるところをお伺いしていきたいなと思っておりまして、はい、1年目2年目3年目どのようにこう推移していくのかざっくりとで構いませんので、ちょっと教えていただいてもよろしいですか。入社最初の頃の給与っていうのは、まあ、まあそういう不動産とか銀行さんと比べてそんな金額的には高い給与ではないですね。まあ残業とかね、休日出勤とかがあると、まあその分のきちんと手当は出ますし、まあ賞与もありますけど、うん、ズバ抜けて多いっていうようなことではないですね。会社としてはどちらかというと、まあ年功序列っていうようなところが多いので、まあもちろん優秀な方は出世してきますけども、ベースそのものは極端に高い給与ではないですね。このあの賞与の部分に関してはあまりこう変わらないような金額で皆さん出てくるのか、それとも結構個人のこう実力差というか目標達成度合いで金額が変わっていくのかって、こちらはどのような感じですか。支給額は労使交渉でいつも大体決まって、まあ、そこからの査定にはなってきますけど、まあ、目標達成したりするとね、割とその部分のところっていうのはこう反映されるところではあるんですけども、あんまり極端にそのなんか若手がたくさんこうボーナスドーンって出るようなそんな感じではないですね。こう評価のされ方ってどのような感じで賞与にこう反映される部分にもなってくると思うんですが、うん、個人目標というか、まあその仕事に対する取り組みとか内容とか、まあそういうところで評価はされてましたね。私は正直そんなズバ抜けた評価っていうのはねつけてもらったことはないので、うん、まあまああのだいたい支給月数にそんなに近いところでいただくっていうところがいつもでしたかね、はい、配属の部分についてもお伺いしていこうかなと思うんですけれども、こちらってあの新卒入社で三菱重工入られてらっしゃるということですけれども、どのように最初って決められましたか。そうですね、私は一応希望を出してでですね、ここがいいですっていうことで、であとはもう正直会社の都合っていうんですかね、まあ、人員がねここが人が足りてればないからとか、そういうことでね補充する必要性があるとか、そんな都合もいろいろあるみたいなので、もうその時の会社の人事状況によるかなっていうのが正直なところです。なんか最近はね、その地域限定とかいうのも定着というか、そういうの考え方みたいなのがね、広まってきてるので、少しずつその個人の意見、希望っていうのが通りやすくなってきてるのかなっていう印象ですね。ではちょっと入社前後のギャップについてもちょっとお伺いしていきたくて、はい、まずちょっといい方からなんかお伺いしてもよろしいですか。どのようなギャップありました。休暇とか代休っていうんですか、まあ、そういったものでこう、まあ、やっぱりその当時からでしたけど、こう取得していくそういうスタンスっていうのがあって、まあいついつ有給取りなよみたいな声かけみたいなのがねしてもらうこともあったんで、まあ、安心できたというか、ね、代休もきっちりあのいついつ消化するとかそういう声かけがあったんでね。ここちょっとイメージと違ったなみたいなギャップがあればお伺いしたいです。結構出張っていうのがあの、うん、多い、まあ、仕事なんだなっていうのは思って、まあ結構出張とかって、まあ、人生初めての経験で、はい、やっぱこう最初で結構ストレスが溜まるというか、まあ、知らないところにね飛んで行って仕事をしなきゃいけないんで、慣れない環境というか不慣れな土地で私、まあ、苦手なもので、そこは結構ストレス感じましたかね、はい。出張はちなみにどれぐらいの頻度になるんですか。頻度に慣らしてしまえば、まあ、2、3ヶ月とかに1回は全国で仕事してるんで、まあ、そういうものなのかなって思うんですけども、はい、携わってる皆さんで一緒にこう出張として行ってっていう感じで、これも、まあ、みんなでね先輩と一緒に行くんですけども、はい、結構最初のことは緊張と言いますか、うん、ではですねちょっとここから選考対策のところをお伺いしていきたいなと思っておりまして、新しいことをどんどんチャレンジしていく、そういう気持ちとかが、まあ、楽しめる人っていうのは、まあ、向いてるというか合ってるのかなと思いますけど、うん、まあ、数が限られてるようなそういう装置なんかもものによってあるんで、はい、やっぱそういう機械って交換がね、まあ、20年1回とかそんな頻度でしか、うん、まあ、ないものですから基本的には、まあ、また次会うの20年後みたいな、まあ、そういう機会、あなたにおすすめの動画と就活会議開発就活対策ツールはこちらから。明日以降の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。